Wait a minute. Why does that say no data? Guess what's back? Back again. GoPro's back. Tell a friend. Today we are going to make right what was once wrong. And that is... Remy? I'm coming for you, Remy Ren. But first there's something I need to do. You know how last year I made a chance to myself that if I get a bad ending, I roll? Well, I'm counting Kari's good ending as a bad ending. Now, for some reason, X Recorder crashes when I try to do the gacha, but all you need to do is that at least D6 are my rolls. Anyway, let's go! I'll just show you this. Wait, no. Not that. Oh no! I have a plan! I'm out of the country! Why is it not? ひまりちゃん、おはよう。ひょっとして家から走ってきたの？ううん、私も今来たところだよ。授業までまだ時間があるから、桜を眺めながらのんびり行こうよ。日差しもだいぶ暖かくなってきたもんね。あ、そういえばひまりちゃんはあの噂知ってる？そう、うちの学校の中庭に植えられた10年に一度だけ満開に咲き誇るっていう。伝説の桜の木。その木の下で大切な人と一緒に幸せを願う。まさか私たちがその年に巡り会えるなんて。なんだか運命を感じちゃうな。いやあ、子猫ちゃんたち、今日もとびきりの笑顔を見せておくれ。うららかな日の光、子猫ちゃんたちの笑顔、なんて儚い。おじしゃら、いや、君はいたずら好きな。この花びらはもって、それではいずれまた。ひまりもや。I come away。やれやれ、王子様に夢中で私に気づかないなんて薄情なやつだな。とぼけるなって。瀬田先輩を見つめるひまりの目、ハートになってたぞ。誘われ OK。 I'm not the...おお、さすが幼なじみ。あたしの
分かってるってそれくらい。お前に言われなくたってさ。じゃあ私は部活のおされに顔出してくるから、ひまりも誰かと一緒にお願いしてもらえるよ。やれやれ、みんな元気。そうそう、私的にはそろそろお腹いっぱいっていうか。そりゃ信じるわけないでしょ。桜が願いを叶えてくれるな、逆にそうやって信じられることがうっていうか、そんな簡単に願いが叶うなら、うん、なんでも。それじゃあ私は先に行くけど、ぽっ、まったく、みんな浮かれて最低だわ。だから学校っていうのはくだらないのよ。二人でたら一緒にだ。ほんと IQ が低い。どうせ少しでも気に入らないことがあれば勝手に離れてたくせに。あの子は隣のクラスのチュチュちゃんじゃないかな。私たちより年下だけど。チュチュちゃんはテストがあるときだけ登校して、オール…何？あなた、私に何か文句でもあるの？どうせあなたたちも伝説の…満開の桜の木の下、私はあなたと。Girls Blossom Project。Hey Rainy, here. Come across the rainbow. もちろん。次の舞台は中庭に植えられた伝説の桜の木がテーマで。一緒に演劇部の練習を見学しに行かない？Yeah. Yeah.
や、そこにいるのはあの時のお姫様じゃないか。はい、カル。もしかして二人とも演劇部の練習を見学しに来てくれたのかい？私たち、カオルさんのこと応援したくて、これ、差し入れのチョコパルメです。受け取ってください。ありがとう、二人とも。子猫ちゃんたちの気持ち、確かに受け取ったよ。ならば、私と踊ってくれるかい、子猫ちゃん。ひまりちゃん、私もダンスなんて。ありがとう、リミちゃん。おかげで素晴らしい練習ができたよ。ひまりちゃんはこれでよかったの？どうやらもう少し遅れてきても問題なかったかもしれないわね。ちゃん、いやー、千里、私のジュリエットの到着だ。ええ、そうよ、あなたたち。さあ、練習を始めましょう。はい、最後。その前に、君たちにはダンスの練習に付き合ってくれたお礼をし、これってもしかして次の公演のチケットですか？その通り。よければ二人にも私たちの公演を見に来てほしい。きっと素晴らしい舞台にしてみせよう。Thank you.
とも来てくれて嬉しいよ。少し慌ただしいかもしれないが、ゆっくりしていっておくれ。二人の気持ち確かに受け取ったよ。このお礼は必ずや舞台の上から届けると約束しよう。思えば二人とも毎日欠かさずここを訪れて応援してくれたね。そんな君たちに私たちも支えられていたよ。君たちはもうこの舞台になくてはならない存在なんだ。そうだろ、スタト。ええ、そう。カオルの言う通り、スタト。心配しなくても大丈夫よ。少し疲れが溜まっているだけ。だから、スタト。大丈夫、私がついているよ。すぐに保健室。Well, what now, Chan? 本当にごめんなさい。本番当日に体調を崩すなんて。これじゃ役者失格ね。いいや、こんなにそばにいたのに君が無理をしていることに気づけなかった。私の責任だ。どうか気に病まないでおくれ、千里。今はゆっくり。ええ、ありがとう。一人だけ心当たりがある、ひまりちゃん。どうか今日の演劇の舞台へ私と共に上がってはもらえないだろうか。君は何度も練習を見、お姫様の役を。理由を聞かせておくれ。はい。That happened before, but it won't happen now.でも、それじゃあひまりちゃんは。の役を変わってはもらえないだろうか。でも、
This is how I want it to go. I mean, I've never seen Rimi with such a beautiful smile on her face before. The more I'll say, good. No, I can't answer that. I can't have that. ひまりちゃん、私と一緒にこの木にお願いをしてほしいの。だって私にとって本当に大切な人はひまりちゃん、あなただから。ひまりちゃんとおしゃべりしてる時間は本当に楽しくて、いつもいつまでもこうしてお話ししていたいなって思うんだ。それに私が迷った時、ひまりちゃんはいつも背中を押してくれたよね。自分だってカオルさんに憧れてるはずなのに。ひまりちゃん、泣かないで。私はずっとずっとひまりちゃんのそばにいたい。そのことは伝説の桜の木にお願いしたい。満開の桜の木の下、私はあなたと。これは私にとって嘘のような4月のある1日の話。巡り巡ってようやく見つけた本当に大切なもの。私たちは手を握り合っていつまでも満開の桜を眺めていた。Well, boys, we did it! I might play more of this more this month. Now, I'm planning to speedrun this. Stay tuned, I'm done. So, see ya, guys!